本当に。R25 っていう。ゲストで、もう始めます。君の文句で君のにあなたの ちょっと待ってデジタルカメラマガジン、よし、新春の彩りラウンドです。大丈夫。マツコロイドっていうのが出てる。ダイナミックレンジ。香港テレコはかなり大きい。サイバーショット新モード、カメラマガジン、リコー鈴木君の美さんじゃないですか。見て見て、コンテスト解像度カメラです。ソニーのカメラ、6台です。高波半導体対応です。リチウム2次元。ガイド、エネルギーなどが生態系復元、省エネルギー、宇宙からのプランクトン、プラットフォーム形成事業、ナノテクノロジープラットフォーム、北大2次世代の研究。研究精神はコンパクトシティ系が、すごい、イメージと開発の、板橋の情報。ニューアトシステム、板橋用語です。カルダ広報板橋原発1北大市板橋子育て広報板橋、板橋あります。一つプロジェクト、ビューアーモード、カットアウトモード、メモリカード、ユーザー、スーパー、マツコロイド、
鈴木正幸さんにね、インバーダーかと、ナイス、バイハンド体、洗浄機、ロンリー・チャップリン、僕じゃないですか。癖、生き生きと、アクセス、よし、コントローラー、回転させたポイント、いろんな材料を評価する、そういうこと、ロボットですね、マツコさん。やってることがすごい。石黒先生じゃないですか。大阪大学の。僕、石黒先生とは名刺渡したことある。親が反対だって、デジタルエンジニアリング、マツコロス、マツコスコス、石黒先生、石黒先生すごいです。開始ハイブリッドなんとかな、さ、ノーベル賞のあれが近くなったようなんです。アンドロイドバラエティ、マイクロなんとか、オフォン、テレビ朝日、沿線放射性同位体に、アイソトープセンター、北海道大学、北海道アイソトープの発明、衛星カメラです、やっぱりそうですね、美しい、それは疲れますね。キャノン、ユーターのポイント、使いこなし、バセロ病は乗り越えて、存在、焦点の選び方、ベストコイル、ルーキベラ世代、キャノン、よし、キャリアスピード、望遠、女の子の写真がいいですね、鈴木とも、9、